カジ寺藤子天文4年1月11日は、五ヶシワ・バラ天皇の天寺で、五奈良天皇の国母。女院、陰号は、ブラクモミン。干渉五年、純院大臣、カジ寺則秀の娘として誕生。母は、飛鳥カイ・の娘。姉のカジ寺房子が、御土御門天皇の天寺として、女子を設け、さらに、勝人親王の養育を任されていた縁により、 文明16年、勝人新郎に上郎として受大する。文明18年に、里氏新庄、明王2年に、巫女、明王5年に、地人志、永昇元年に、巫女淳入道新郎を生んだ。この間の明王9年に、勝人新郎が戦争するにあたり、同年10月21日付で、ゴアチャの曲に、藤子の名が与えられて、 十五石田が授けられたことが、文章博士東某城和朝の和朝狂気に見える。大英六年、五バ原天皇崩御に際して髪を下ろして、東道院殿と称せられるようになる。四月二十九日の五奈良天皇戦争に合わせて、順三考に除せられ、五月二十日には、自合宣言を受けた。天文四年正月十一日、皇居。翌日、 ブラックモインの陰謀が宣言された後発送された。過重寺の李秀の子は、上から房子正明藤子き、某の4人が知られ、娘3人が、しばしば行動を伴いにしていたことが、さねたか後期に記されている。ありがとうございます。